岡ソフトバンクホークス対中日ドラゴンズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのか。インサイド落ちました、取りました、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている近藤。田中、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは田中、そしてキャッチャーは石原。このバッテリーを初球は際どいところに来ました、ストライクです。さあ2球目は何か、高めのボール、ワンバウンドヒットになりました。ランナー出ました、ドラゴンズです。ツーアウトランナー1塁、バッターボックスには4番大島。ヒットでランナーを1塁に置いて打ちました、菊池。1塁アウト、3アウトです。さあこれからドラゴンズが守備につきます。そして菊池が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球は何から入ってくるか、初球空振りです。次は2球目、インサイド落ちました、ヒットになった。先頭バッター、さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターは中野、まあ送ってくるかもしれませんね。はい、さあここは打ってファウルになります。ここもファウルです。流しました、小笠原、アウト、ワンアウトです。さあそしてバッターボックスには村上が入ります。さあワンアウトになりましたが、先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、ここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。打ちました、取った、一塁送球、ツーアウトになりました。さあそして打席には大山が入っています。さあツーアウトにはなりましたが、ピンチは続きます。先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたから、ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですね。これが3球目、低めのいいところにチェンジアップが決まります。ワンボールツーストライクです。さあ4球目は何か、このピンチ空振り三振に切って取りました、ピンチをしのぎました。2回表に入ります、ドラゴンズの攻撃。バッターは DH ハウエ。ドラゴンズ得点に動き割り、初球打ち、中野、アウト、ワンアウト。バッターボックスには6番ビシエド。田中、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。ランナー出塁しました、ワンアウト、ランナー1塁です。バッターは7番に入っている高橋。ヒットでランナーを1塁に置いています。しっかり捉えた、入った、ホームラン。いやか、打った、これもいったか、入りました、ホームラン。ソロホームランが出ました。白球高々と舞い上がり、京セラドアウトボール。バッターボックスには代打の鵜飼。ドラゴンズ最終回でなんとか得点を挙げています。西さん、勢いが出てきましたね。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。打ちました、三遊間抜ける、レフトの前、あっという間にレフトへ。走ってきた、キャッチャー送球して盗塁成功です。いや、完璧、打った、ファーストの横抜けました、ランナー出塁しました、ワンアウト、ランナー一塁です。3番バッター木下、まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、引っ張った、取った、一塁へ、
アウト、2アウト。打順は4番大島。まあここで攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。ライトへ持っていった、頭上を破っていく、送球する、セカンドランナーホームイン。ワンバウンドヒットになった、セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで。打順は6番ビシエド。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ドラゴンズ最終回でなんとか得点を挙げています。外、さあ3球目は何か。レフトへ、ワンバウンドヒットになった、レフト前ヒット。さあチャンスを広げていきます。7番バッター高橋、先ほどの打席で先制となるツーランホームランを放っています。いや、いいところで打ってくれ。初球打ち、うまくさばいて一塁アウトで3アウト。ここでドラゴンズ守備を変えてきました。ソフトバンクホークス最後の攻撃になります。5番バッター堂林。ドラゴンズ大きく点差をつけて最終回を迎えています。2球目打ちました、ライトの前落ちる、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。6番バッター近藤、ヒットでランナーを1塁に置いています。初球打ち、木下抑えてワンアウト。バッターボックスには指名打者の茂木。ワンアウトになっています。インサイド落ちました、取った、二塁送球アウト。際どいタイミングでしたが二塁フォースアウト。8番バッターはキャッチャー石原、ゲッツー崩れでランナー残りました。切れてますね。はい、ノーボールツーストライクです。バッターボックスには代打の今宮。打ちました、ショートうまくさばいて、これで3アウト。試合終了になりました。今日は見事な完封です。